プロレスラー強さの証明、シュートボクシングルールスペシャルエキシビションマッチ2分2ラウンドを行います。青コーナープロレス第4代 EWA 世界女子王者シーザージム新小岩、157センチ49キロ宣言通りの地獄のメリーゴーランドは決まるのか。一夜限りの復活風花です。赤コーナーインターナショナルリボンタイプトライアングルリボン JWP 無差別級3冠王者ファッションレッド167センチ75キロ高橋七平。キャリア14年目、新たな挑戦、シュートボクシングのリングへ、高橋七平です。第1ラウンド拳を合わせました。右のハイキックいきなり見せます。おお、すぐ右のミドルを蹴り返す高橋七平。一夜限りの復活の風花、手数多く出していく。対する高橋七重、どういう対応を見せていくか。グローブをつけての試合です。さあ、先ほど VTR がありましたけども、大江さんがこの、ちょっと待ってください、バックを取った。投げるか、じゃあ周りがバックドロップがあるか。捉える風花、ブックロックか、股をすくった、前に落としていきます。そして立ち上がり際、右のハイ。練習見ていましたよね、高橋選手。そうですね、うちにも、はい、いくつか高橋菜々選手は通っている道場がありまして、その中でうちの道場にも練習に何回か来ましたけども、はい、まあ、なんせプロレスラーですから、このシュートボクシングに対して対応は、ね、しきれてない部分もありますけども、そこはもうできる限りの2時間でね、はい、一生懸命頑張ってきました。ただ風花選手に関しては、実際リングで戦ってた、シュートボクシングをやってた選手ですからね、はい、この辺で言うとプロレスラーではもちろん高橋選手の先輩ですけども、風花選手はやっぱりこのリングにおいては上なんですよね。まあ、それを見せつけるかのようにキャッチ上がったんですが、シュートポイント、これは小原選手後方への投げと見ていいですか。そうですね、後方への投げです、2ポイントですね。ブレンバスターエンタイム、これでダウンです。なんだこれ、エキシビションじゃないじゃないですか。全然、いや、風花の表情がもう完璧に現役に戻っています。8回という組み合う、スリーパーホールド、後ろからチョークを狙うか。第1ラウンドの残り10秒を切っています。右のミドルを出す高橋七重、左の前蹴り突き放そうという風花、さらに左右のパンチにつなげていく。ここで第1ラウンド終了です。ことがこのリングで起こってしまうと、今後の、まあ、女子に限らずシュートボクシングの投げのね、そのイメージ、そしてこの幅も変わってくるんですよ、ね、なるほどなるほど、うん、プロレスとシュートボクシングの融合というのから始まったのがシュートボクシングの歴史なんですよ、はい、1985年ですけども、その当時は男子が UWF のレスラーとシーザー武史会長の融合から始まったのがシュートボクシングの歴史でもありますから、だからここはね、全く全然毛色の違いは全く水と油じゃないんですよ、このリング。なるほどなるほど、プロレスでも格闘技でも表現も同じですからね、はい、そして尾形選手、この高橋七重選手の戦いぶりご覧になっていかがですか。そうですね、本当によく練習して来たなというところが見受けられますね。体もプロレスの時よりちょっと絞った感じありますよね。あ、バックを取った、逆に言うか投げるか、いやー、あ、ここでシュートポイント、これちょっと分かりませんね、エキシビションですが。いや本当にね、なかなかいいタイミングで、シュートボクサーは真っ青なタイミングで技を仕掛けてますよね、ただこのバックを取ったりとか、こういう時のとっさの判断っていうのがね、やっぱりプロレスラーの場合にいるんだ。足を取って膝、右のストレート、今度は首を取りに行く、あ、7回、いや、フィッシャーマンか、フィッシャーマンになるか、上げるか、膝突き上げる、7回、これどうなるんですか、岡田選手。
どうなんですかね、前方へになります。いや前例がないからね。前方ですね、やっぱり自分の前方なので。これ7ラックをもらって立ち上がった風花選手も立派ですよね。いやいや、フィニッシュ技ですからね、これ高橋選手のラスト10。このプロレス引退試合ではあの技で負けたわけですからね。はい、最後まで互いに攻撃をやめません。ここで終了です。大江さん、はい、エキシビションですから勝敗はつかないんですけども、いやいや、いい対戦でしたよ。